今日愛知県内では新たに1,641人の感染が確認されました。先週月曜日に比べ132人増加しており、9日連続で前の週の同じ曜日を上回っています。こうした状況を受けて愛知県ではコロナ病床を今日から1,690床に増やして対応しています。先週金曜日に。 国は2段階の対策策強化策を決定都道府県が必要に応じて医療ひっ迫防止対策強化宣言を出しそれでも医療現場がひっ迫しそうな場合は医療非常事態宣言を発令して出勤の大幅な抑制や旅行などの自粛を求めます。今日の会見で大村知事は 12月に入ってくればです、ねえー、やはりそうした厳しい事態も想定をして対、対策、対応を考えていかなければいけないんじゃないかと。